はいどうも、昆虫隊長はっさくです。今回は標本を飾るときに100均のアイテムをいくつか使う方が多いと思うんですけど、それを紹介していきたいと思います。標本箱っていいやつ買えば結構高い値段がするんですけど、100均でも代用できそうな箱とかケースとかがあったりします。今回はそういったね、リーズナブルで保管の性能とかで言ったら劣るところはあるんですけど、100均のアイテムでも使い方によったら意外とそれっぽく見えるアイテムがあったりするので、今回はそれを紹介します。まずこちらに映っている商品が100円の木箱なんですけど、ダイソーとかセリアとかいろいろ100円ショップあると思うんですけど、大体売ってるかな。こっちのはちょっとサイズが小さいんですけど、ここがマグネットになっていて、蓋の方にもマグネットがついていて、ここで磁石くっつくっていう、あんまり強い磁石じゃないんですけど、逆さまにしても開かないよっていう、そういう箱ですね。ちょっと小さめの箱。その箱にピンを刺せる素材を貼って、ディスプレイにいいよねっていう商品ですね。こちらも同じく100均の木箱なんですけど、これはロックがついてるバージョンで、さっきの箱よりはちょっと大きいサイズですね。紅もん揚げ葉だったら2匹ぐらいは余裕で飾れます。でこうやって加工することによって壁にぶら下げることもできるので、ちなみにこの金具も100均のアイテムです。加工でね、壁に飾れたりできます。続いてこちら、これは瓶ですね。本来こういう風に置いてある商品です。こうやって使うんだろうね、瓶は。蓋にパッキンがついてて、結構密閉性が高くなっている瓶です。これを裏返しにして、この側面に両面テープでくっつけて、針を刺したっていう感じですね。これはとあるお店の丸パクリになっちゃうんですけど、これ結構ガラスだと、その360度、玉虫の綺麗な裏側も見えて非常に観察がしやすいし、あと何よりガラスなんですごい高級感が出ますね。スタイリッシュで高級感が出る、こういう飾り方もありなんじゃない？でラスト3つ目なんですけど、これね、最近ちょっと見つけて、これもいけるなと思ったのが、こちらのアクリルのケースです。これね、もともと横向きで使うアクリルのケースらしくて、でコレクションケースなのかな。開け方が、ここを横をこうやって開く、ドームみたいな感じで開く。でこれ横にこうやってね、見る分にもいいし、こうやって立てて置くのもいいし、結構これはありだなと思って、立体的に見えるじゃないですか。こうやると立体的に見えるから、こういう飾り方もありなんじゃないかなと思って、これ買ってみました。意外と透明度が高くて、瓶と同じく、360度観察しやすい、あとスタイリッシュに見えるっていうのがいいところです。ただアクリルだかプラスチックだかなんで、ちょっと安っぽくは見えちゃうかな、瓶と比べたら。でも瓶の難しいところって、標本をこの中に設置するのがね、若干難しいんですよね。それに比べてこのケースは、こうやって開くので、標本を刺したりするのが非常に楽。この下の板の接着とかも非常に楽ですね。これがね、結構バーって並んでたら綺麗に見えるんじゃないでしょうか。ということで、最近発売されたわけでもないのかな。最近見つけて、これ飾るのに良さそうだなと思って買ってみて作ってみたんですけど、結構良かったです。今回はね、これメインにちょっと紹介したかったんですけど、いかがでしょうか。はい、というわけでいかがだったでしょうか。こちらね、全て100均のアイテム、これだけでも合計6点なので660円ですね。非常にリーズナブルで、なおかつおしゃれでかっこよく標本を飾ることができます。皆さんもダイソー行ったらね、これ標本作成とか標本展示に使えそうだなって思うことあると思うんですけど、こんな感じで、趣味の範囲でね、飾るのは全然いいんじゃないかなと思います。こういう展示の仕方、こういうグッズの使い方ありますよとか、ぜひぜひ参考にしてパクらせていただきたいと思いますので、よかったらコメントの方で教えていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。